そう、あのね、僕結構もう長い年月このメンバーと一緒にやってきてるんですけど、何が嬉しいって、こうストレンジブルーファミリーってね、名乗ってくれる方々がいて、で、全然違うところでつながったお客さん同士でこう仲良くなってくれてるっていうのが本当に、僕らにとってはね、もうこの上ない幸せでございますのでね、はい、ありがとうございます。どん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 ね、こうストレンジブルーファミリーを増やしていって、いつかなんか大きい宗教でも作ろうかなと思って。宗教は本当、これがいい夜だぜ。イエーイ、いい夜だぜ。じゃあ、もう一曲、メロンな感じの曲をね、ゴールド。
つまるほど何を探してる。おいおいおい風が吹いていい優しい日。おいおいおい今も聞こえるあのメロディー。おいおいおい光の差す away。
どうしようかなって迷ってたんですけど、やっぱりなんかね、これを歌わないと閉まらないかなと思って、私もなんか別に歌に自信があるわけじゃないんですけど、歌わせてもらえたらいいかな、温かく見守っていただけたらいいかな。センター、センター、センター、ちょっと待って、本当にね、ドラマーが前に出て歌うなんてすごい恥ずかしい。前に出るってことが恥ずかしいの、もうこの辺が見られるのが嫌で、こっから上しか見られてないから、下半身が丸出しみたいな感じで恥ずかしい。下半身丸出し、丸出し、丸出し、丸出しじゃないんだけどね、履いてるんだけどそして、まあ、よく今から歌う歌もよくね、聞いたことある曲だと思うんですけど、オリビアを聴きながら、あ、それね、前歌ったんです去年歌ったんです。今年はね、今年矢沢永吉、黒にルーツーさん、ちょっとやめてください。ですね、今年もね、たくさん出会いがあったなと思って、ストレンジブルーもね、本当にいっぱい活躍して、いろんなところでいろんな人と出会う、出会ったことによってまた何かがこうつながっていって、すごくなんか広がってきた、そんな感じがしましたね。でやっぱり人との人との出会いってすごい大事だなっていうのは、まあ、人生においてね、本当に大事なものだと思うので、この歌もそういう感じの曲なんですけど、恋人とは、ね、限らず友人とかバンドメンバーとか家族とか、そういう人たちにも全部当てはまるなと思って、そういう大事な人の、大事な人に届けるような歌かなと思います。じゃあ、中島みゆきさんの糸。
今日急にやるってことになって、ねるちゃん、そうだね、急に無茶ぶりでさ焦りましたよ俺は。そもそも昨日ぐらいあの糸をやりたいって言ってたの。すいません。何度でもねでもまあね、まあ忘年会ということでせっかくなので僕らね、あの今あの絶賛上映中のあの映画をね、はい、全員見て、皆さんも見ましたでしょ。見た見た、ね、よかったですね。単純に感化されたっていうずーっとディーロだろ、ディーロだろって言ってやるいいよ。ちょっとあの CBC のね、あのコンテストの時の控え室でね、そうそうそう、ずーっとやったんですよ僕。そうそう、他の出演者は白い目で見てもね、ね、まあ忘年会ということでお許しください。やるぞ。
ええ加減にせよって言われる。マスター最高。すいません、ありがとうございました。お付き合いいただいて。じゃあ、ちょっとそろそろ本編に。本編にね、戻りますよ。ストレンジブルーというバンドなんで。じゃあ、我々の曲をね。マーヴィリーダーの曲。マーヴィリーダーの曲。あの、前回の、ある、とあるライブハウスで歌ったよね、一曲ね。我々のね、アルバムに収録されている曲ですね。Can't Live Without You。Little lady
どうもありがとう。CBC のね、そのコンテストで準優勝させていただいたんですけども、でもこれはね、やっぱり何が嬉しかったって、応援してくれる人がね、すごく多かったんですよ。そう、僕は準優勝も嬉しいんですけど、そっちの方が嬉しくて、ね、結局投票制だったんですよね。で投票制だったけど、票は開票されてないんですよ。そうそう、ね、開票されてないというか、
あの公表されてないんですけど、でももうあの、ね、いろんな人からこうお声掛けいただいて、行ったよとか見たよって言ってくれる人がいるだけでもうそのどれぐらい みんなが応援してくれたのかってね、あの肌で感じることができた。ありがとうございます。ストレッチブルーの優勝とマッスル V8 の準優勝。乾杯！You got yummy!
どうもありがとうございました。重鎮、名古屋のブルース界のドン、オンベース、真鍋直常、うちのバンドのリーダーです。リーダーです。かわいい。そしてかわいい、おやしい。そして後ろでね、うちのグルーヴを担ってくれてますけどもね、イエイ。何のポーズかよくわかんないんですけど ね、何を意味させるのかよくわからないんですけどね。マキさん、斉藤マキ、パキュン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 、あんま可愛いとか言わないで大丈夫です。餌与えないでください。そして、うちの、もう絶対的な、ボーカルですね、オンボーカル、村瀬達也。ありがとうございます。かわいい。かわいくないでしょ。趣味悪いね。ね、で、うちのですね、これはゲームじゃないよ、ね、で、うちのスーパーギャラストですね、はい、オンギター、ヨギリーチ、よろしく。バキュンってやらんの？バキュン。池口さん、池口さん、池口さん、バキュン、バキュン、池口さん、バキュンは。僕がね、最年少なんですけど、もう2019年の、まあ、大まかなプランをね、もうストレンジブルーの中で話し合って、いろいろ決めたんですけどね、もう楽しみなことが多すぎて、まだこう皆さんに公表できないのがこうね、うずうずしちゃうぐらいの感じなんですけどもね、まだまだこれからもね、ストレンジブルー、前進してまいりますので、皆さんもね、ストレンジブルーファミリーとしてついてきていただけたらなと思います。よろしくお願いします。お願いします。ライブも決まってますね、1月の14日に、はい、本当は、外資ホールでやるはずでしたが、そうそうそう、この日はね、まあサボテンドールっていうすごくいいアコースティックのバンドがね、まあ、グランプリを取られたということでね、そこはもうお任せして、我々はね、伏見にあるライオンシアターというところで、ライブをしますので、皆さんよかったら足を運んでいただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。ね、でも今日でね、もう本当に皆さんストレンジブルーファミリーにね、
なってくれたと思いますのでね、まあ、ストレンジブルーファミリーだけどまだ CD 持ってないよって方はね、まあ、ストレンジブルーファミリーとしての証として CD を今日 ね、いわゆる踏み絵ってやつですね踏み絵踏み絵帰っていただけたらなと思いますので、ね、ぜひぜひご購入いただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。やった。さてそんなところでそれではね、今 CD の話をしましたけども、その CD の、アルバムにね、ジュエリーというアルバムがあるんですけど、そのアルバムのタイトル曲聴いてください。ジュエリー。アポロの俺もありがとうございました。一緒にもう一曲歌ってください。Give me all you can win. Not to get them all. You got this in a bag. You ask me to read up. Cause you get it last. Don't be coming last. Just to look at you. You don't get all. You're not in well. She don't get you well. And I'll come to us. And if you don't do that, die down some way. I saw a line of song, stuck him on the ground. Save a single in Kelly. No, die on it. Daddy, I need my love. Stick it out, John. You want to die, man. Tell me you want somebody, somebody. Tell me. Somebody, somebody, hey! Tell me, just make me want my image.
来年もよろしくね。来年もよろしく。来年も会いましょう。うわっ。どうもありがとう。良いお年をお迎えください。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。